夜の飲食店も今大変なことに直面しているわけですね。たまたま私たちが遊びに行くこのスナックはこんなことを考えました。名刺をまず作りたいと。そしてその名刺に QR コードをつけて時きじきの小さなイベントの案内をお客様に提案したいと。というものものありますけど、できれば、 紙の名刺の中から新しい情報が出てくる方がいいかなとそしてこの名刺っていうのは最初2200枚のご注文をいただいたんですがすぐに2000枚のオーダーが来ましたそれは常連のお客様に20枚とか30枚その名刺を渡すことによって初めてのお客様にはボトルがプレゼントしてくれるという企画を 考えられたんですねですから、えー、自分の部下だとかあー仲間たちがあどっか行こうかって言った時には、えー、このボトルを持って一緒に行くと初めてのお客さんを連れてきたわけですからボトルを入れてくれるわけですねでもボトルはその日一日で全部飲んじゃうわけじゃないわけですからリピートのお客様につながってくるのかというような企画でした。そそしてその中には ゴルフが好きな人も結構いたので2か月に1回はちょっといいゴルフ場でゴルフコンペを催したりそして女の子にスマホの得意な女の子たちがうちは採用しているので少し早めに来ていただければスマホの,その裏技の講習もそこでできるわけですね。 たまたま栄というところだったんで、転勤族の人が結構多かったんで、転勤族の人は土曜日、日曜日、時間が余るんで、例えば夜の10時半、11時半に名古屋駅を出発すると、出雲とか松江に朝7時半とか8時半に着く深夜バスというのがあるわけですね。そんな支店長族が集まって 深夜バスで小さな旅行をすることによってまた違うまたメリットがここに出てくるというそんなイベントをお金のかからないイベントをそこで考えるその時にはこの初回ボトルプレゼントの名刺が新しいお客様を作ってくれるそんな機会になると 計画して一緒に作りました。